こんにちは、かくすけです。ホーリーポテトズビアインスペース、続きをやっていきます。そこ、今はね、まだソル商品の回なので、まあ、ゆったりな感じでやっていきましょう。今回の目標はね、この銀河全部の星を、巡るっていうことですからね。移動で、ここは探索済みだっけ今から帰ろうと思ってたんだよな、私は。うん、帰って何をするつもりだったっけ。何かをするつもりだったんだ。忘れたな忘れちゃったな。半物質がちょっと欲しいな。半物質プラズマ、残り15ソルでしょ。あ、武器とか売りたいのかな。とりあえず帰りたいって言ってたんだ、私は。悩むね悩むね。船に戻って状況確認しよう。進行中、倉庫、荷物、やっぱいっぱいいっぱいだからかな、帰りたいって言ってたの。かな、ここら辺の。あんまり、これは鳥か、鳥かは違うな。ポテモンボールポタボール、ポタボールはポタボールだけなんだね、見えないんだ。タケコプターがあったぞ今。そうだな、売るかな。一回全部探索できるかな。とりあえず売りに行きます、武器を。あとアップグレードとかもしたいって言ってたっけな。よし、どうも。売ります。鼓動するハート、レベルが低いものから打っていきます。これ10だ。リローヤもう使わない気がするんだよね。先発の防御力が減るのはいらない。ヒールオールももういいんだけど、マトロンもいらないでしょ。パワーアップ、これはねちょいちょい使ってるからいいんだ。マトロンはいいかな。で、アシッドレインも多分使わない。あとはね、パイロニウムも作ってから打った方がいいと思うけど、 50% 確率でね、2回攻撃、微妙だ。で、アポロもいいでしょ、別に。これはイグナイト、火傷状態にするバーンベイビーですね。バーンベイビーは別にいいかな。これリーチはね、なんとなく持っていたい。で、アポロはいらない。このアポロが強いからね。587全体ダメージは大きいぞ。で、シャイニーシールドはね、欲しいけど、Cランクなのでいらない。で、バンベイビーはいらないよ。これもね、好きだろうな。なんとなく持っておきたい。リーチバイン、どっちの方が強いんだ ?785。やっぱレベル高い方が強いかな。HP は低いっていう感じだね。S でもレベル S を残しておこうレベル一緒じゃないか。で、鼓動するハートはね、射撃するとね、もう使えないんだよね、これ。作ってるやつも売っちゃおう。で、これもね、マーキングもね、正直いらないんだよね。でもダメージ760か。ソープスプレーがいっぱいあるから、B はいらない。 B これも一応といて、で、こんなもんかな。2周、半分に減らしたフェニックスファイヤー、こっちはいらないか。そうだね、こんなもんかな。ソープスプレーも B はいいかな。よし、 OK。 この辺はいらないでしょ。お、銀さんどうも。パーダリアね、ロスカーセレリス。冷凍冬眠から目覚めた
ロスカーはなくした記憶を取り戻す方法を探している。彼の心の中に復讐に燃える思いがあるが、何に対してかわからない。ほう、なんだろうな、ヒーロー系な感じ。リリーパッドね、ジョン・ノーズね、うんうん。で、アップグレード、お金が大量にあるからやっちゃいましょう。コンデンサはね、よしよし、いろいろあるからね。まあ、この辺両方やっちゃおうかな、お金大量だから。お金ありすぎでしょう、ちょっと。よし、船に戻って、そのお金で研究でもやっちゃいましょう。と、トシキたちはちょっと作らせようかな。とは言っても、あれがないんでしょ。なんもなかった。じゃあこの辺でいっぱい研究してもらおうかな。よし、よろしくね。精錬、これいっちゃおう。あ、扱えない？これダメなんだ、できないんだ。メンタル回復でもつけておこう、適当に。エンジン効率、精錬、はい、オッケー。もうお金の糸目なんかつけない。よし、では移動しましょう。上の方、こっちは下んでしょ。奥から順に行こう。はい、反物質も手に入るしね。難易度はまあまあ高めだ。おた、もう特に何も終了していない。オッケー、じゃあ探索しましょう。行くぞー。みんな装備してる。オッケー。触れやがって、俺たちが怖いのか。これは攻撃時に壊れるやつね。1111か、固定ダメージで。こっちは豆ちゃん、豆シューターね。どれも強いなぁ。まあ 25% 以下だったら一発で破壊する。なるほど。あー、ちょっと先にこの辺壊しておきたいね。とりあえずパンティの箱でしょからのパワーアップをしておきましょう。いやー、これはいいね、この2つの組み合わせ。よーし、よしよし、 ACC とか減った。よし、外した。これ結構外すんじゃない？ 65% か。でも強いもんね。1111だもんね。ちょっとパンディの箱を守っておこうか。で、回復はいらない。弱体化状態にしようか。まあ、パンディの箱で全体攻撃。よし、うわー、それ一緒に来る。よし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 。あ、壊した。オッケー。これは火傷はしてない。そうか。じゃあもう一回全体攻撃入れてからの、これね、守ってるからこっち攻撃しよう。よーし、2個目破壊。ふぅ、まあ 25% 以下の時以外は全然なんともないね。弱体化状態にする。ここ攻撃力高いからね。よしよし。あ、え、守られてないんだ。なんだ、痛い痛いぞ。回復するぞ。回復で倒して、この子で倒す。あ、外しちゃった。そっか。まあ、これはまあ大丈夫だよね。回復も特にしなくてよさそうかな。 OK、普通に攻撃していこう。ピッ。いやー、チャージ消費が激しいな。ほい、さよなら。クードグレース、クードグレースを手に入れたぞ。なんだい？ランダムバトル。キャシーとフェイは、あー、 A の形のやつね。一つを射撃でよかったはず。あ、違ったー。戦隊攻撃した方がいいのかな、避けた方がいいのかな。クードグレース、よしよしよし。半物質を結構手に入れたから、なんか作れますよ、きっと。おっしゃ、1個完了。
うん、これ途中だったからできなかったんだね。としきさん、あ、 25% 未満の時に一撃で倒すやつか。おし、では移動しましょう。で、こっちも探索してないはず。今回全部探索できそうな気がしますね。あと少しって書いてある。実績のロック解除、最高効率でも書いてありました。なんか燃料のマークが書いてあった。おしゃ、やるぞみんな、一気に研究するぞ、全部クリアするぞ。さらに精錬、びっくり攻撃。おお、びっくり攻撃いいね。へえ、あと一人、まあホルヘさん、まあ、一緒にさせてあげよう研究。たまにはね違うことしたいよね。組織さんは変わらずに制作です。よし、では行きましょう探索。もうちょっといい武器が欲しいな。お、なんだいきなり木？あ、木ね。水を与える、気持ちいい。はい、さよなら。シャワー浴びたくなってきたわ。よし、アポロが2匹。あ、回復が強いな。で、アポロは、うん、攻撃力は高い。最初に弱らせて、これでしょ。はい。ヒールオールは先に倒しますよ。でも、サキバスがいるからヒールオール倒すのに時間かかっちゃうかな。まあ、まあ、まだまだ弱らせて。ほい。よし、いいぞ。弱体化強いよね。今までそんな意識してなかったんだけど、強いよな弱体化。いや、あれがたまたま強いだけかな、このブン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 が。で、うん、弱体化強すぎだもんこの子。この子が強いんだよ、ブンブンが強いんじゃなくて。よーし、壊したぞ。あとはアポロをつつくだけ。へへー、一瞬だね。あ、結構食らってるから回復しよう。うん、で守ろう。はい。おや？意外と強いな。クー、パンディの箱が食らってる。回復回復。手で壊せるから、1400は厳しいね、どうせ。はい。わお、あとはアポロ1匹だよ。強いな、アポロ。アポロが強いから地味に削られてるんだよな、パンディの箱が。で、これを攻撃して倒せるかな、ギリギリどうかわかんないところ。オッケー、はい、さよなら。ねね、いいな、このメルヘン、メルヘン星好きなんだよな。なんか和むよね、マイリトルポニーみたいな。孤独な木箱は落とし物、拾い物。うん、いただき、ナノファイバー。次はちっちゃなスパッターさん。ほう、あ、カチカチという音が聞こえる。何かあげてもいいかな。バーンベイビーか。うん、オッケー。そうか、カチカチは優しくしてあげると。まあ、さん付けだからね、スパッターさん。これやばいやつがあるぞ。戦隊キラー。あー、これも怖いやつだ。パワーアップだ。うわー、もうどれも。私みたいな敵だな。いろいろとね、はびこらせてるね。これかな？うん。ガードアップを倒しましょう、先に。エスアタックとかを下げて、いきなりヒーリングしたか。珍しいね。わっ、ヒーリングしすぎでしょう。これはこれでがっつり壊さないと。ガシャーン、オッケー。強い強い、守るぞ。で、回復しつつの攻撃。
バキバキが結構回復するもんな、すぐ。あ、守られちゃったし。いやーん。やっぱパンディの箱好きだな。回復できない。しまったな。サキバスを先に倒すべきだったな、これは。あ、600に、いいぞ。強い。パンディの箱を守って、回復しつつ、これで、やっつけちゃう。ハチちゃんでね、ゴリッと。オッケー。次はね、サキバスにしよう。サキバス、すぐにやっつけちゃうよ。あ、デバフが切れてるから、パンディの箱にしましょう。よし。まあ、回復しようかな、ちょっとだけ。全体キラーはそんなに怖くないからね。オッケー。うわ、強っ。もうクリティカル化するんだからね。ほい、いいよ。あとはね、この子だけだったらなんてことないと思う。全体キラー攻撃力2倍でなくても十分強いからね。出たでしょ、出れば。この子 90% で当てるもん。あー、守ってたか。はい、今度こそ、はい。 OK、 2773、強い。またクードグレースか。おばあちゃんね、どうも。はい、はい、探索完了です。オッケー。不屈の精神、実績のロックを解除しました。どういうことだろうな。そのやられてまだ頑張るってコンティニューしたわけでもないのに不屈の精神か。よし、この2人びっくり攻撃上げていこう。これはいいよね、4チャージ獲得するとか素晴らしいよ。さらに精錬とかもうやってて、あ、もう全部やっちゃったか。そっか。サキバスを作ろう。で、移動しましょうね。あとはこっちと、してない、してない。こっちはしてない。3箇所あるな。多分ここら辺は探索してる。この後3箇所だね、きっと。行こう行こう。燃料も大量にあるし、とてもいい。名人だ。お、S ランクを作ったね。オッケー。高速研究しましたね。あとは、ほぼ習得したね。こうやって見るとガーディアンエンジェル、戦闘の終わりにランダムに1つの破壊され兵器を 50% の HP で修復する。でもな、これそんな何千もあるやつでやられることあんまないからな。てかお金がね、結構ね減ってきてますね。調子に乗っていっぱい使ったから。どうした、ビビってるのか。あ、これマグマのやつでしょ。ナポロをやけど状態にする。攻撃力が強い順かな。これだな。マグマプルームを壊そう。はい、今回は回復がいないからそんな時間はかけずに倒せると思います。やけどやけど。まだデバフかける、まだデバフかけちゃうよ。で、弱体もさせちゃう。いやらしいな、私の戦い方。あららら。ら、前まではね、結構守りに徹してたような気がするけど、最近ゴリゴリに削ってますからね。ほいほいほい、回復、
回復するよ。守るよ。やけどをかけておいて自分は守るっていうのもあるね。あら、アポロしか攻撃できないの？はい、あー、こっちもやけどになっちゃってるね、あれのせいで。よしよし、やけど結構削ってくるからね。わっ、パンディの箱がやばい。回復しないと。よいしょ、防御力アップもつけて。あー、外した。ねー、強い。結構強いぞ、これで。これで一つを狙った方が良かったかもしれないけどね。まあ大丈夫。うん、雨が降ってきたね。なんで迷惑なの。やけどが消えちゃったじゃないか。オッケー、さよなら。9000スターチ、1万スターチ。うん、さっきのお金の量が比べるとね、全然ないな。まあ送りましょう。OK。 うん、死神を恐れろ、大した敵じゃない。うんうん、マグマブルーム、あ、クイックドローか。 50% の確率で2回攻撃ね。先に倒しておきましょう。全体性シールドを持っておりますね。これはね、デバフをかけてね、内側から壊していきましょう。もう一回デバフ。オッケー。うーん、強いね。守ろうね。回復して、アメシューターはいい。これ弱ってるやつを攻撃していきましょう。よしよし、壊したぞ。よし、ゴリッと削って攻撃します。守りつつ、よし、倒したね。え、クリティカル率も高くない？なんか、うん、回復しつつ攻撃していきましょう。はい、出番かけてもよかったな、もう一回。170、252、527、133。出番をかけてこっちを攻撃する。 OK。 外したね。 OK。 これで105% だから倒したな、これは。オッケー、発作的なタクティカルクルーザー。豆シューターか、いらんな。チンチン、よいしょ。オッケー、豆シューターとかもどんどんね、レベル上がるにつれてね、見た目も変わるのが面白いですよね、このゲーム。うん、これはもうね、やるものないもんね。うん、オッケー。じゃあ作ってもらおう、この二人に。なんでもいいよ、ポイポイ。お金を手に入れるためだからね。あ、スプーフィーも暇してるね。まあ、大していいものじゃなくてもいいよ、頑張って。よし、どうしましょう。あとはここと、あ、時間があれだな。次回でソル消費は途中で終わって先に進む感じかな。よし、では今回はとりあえず一旦ここで切ります。ご視聴ありがとうございました。